分かってない人多すぎる。<laughs> こちら、あちらの場所、あちらの時間です。はい。あのー、今日はちょっと、まあ、いろんな質問とか、まあ、ちょっと僕が思うことをね、また今日もだらだらと、あのー、喋らせていただきたいなと。 思います。はい。えー、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あと、稽古物、これから始めるよっていう方、概要欄になんかいろいろお得な記事を書いてますので、ぜひよろしくお願いします。はい。ということで、まあね、これ、ちょっと僕今、デリプロもやってるんですけど、ね、この、まあ、今入れて週1とかでしか入れてないんですけどね。で、まあやっぱり、なんだろう、今ね、今っていうか、まあ前からそうなんですけど、その入れ替わりがすごいんで、で、なんか、 僕が結構入るタイミングとかに、あの、1便だけね、こう教えてくれとか、なんか2便だけ教えてくれみたいな新人さんはね、なんかそんな感じでいろいろこの、いろんな新人さんを横乗りでね、こう教えることがあるんですよ。端末の使い方とかいろいろそういうのあるんですけど、あの、結構最近ね、あの、若い方が多いんですよね。ちょっと前まではどちらかというとなんかこう、僕より年上の方が多かったんですけどね、なんかこう、ちょうどなんか僕が、 ちょっとなんかそのタイミングなんか知らないですけど、横乗りする方結構若い子が多くて、ほんまに二十歳ぐらいの、すごい若いその子が多くて、20代ばっかり入りなんですよね、最近。で、まあ若いからまあ仕方がないのかなとは思うんですけど、なんかね、この、分かってなさすぎる人が多すぎて、あと、その質問とかで、あの you が D、YouTube や、DM か、Twitter の DM とかでいろいろそういうの、 えみたいなね。<laughs> いや、いやいや、えみたいな質問とかが結構あったりして、んでまあちょっと俺についてね、まあいろいろ言いたいなと思うんですけど、まず、あの、その僕がこの前横乗りで教えた、この、20代のあの、若い子なんですけど、あの、保険証あるじゃないですか。あの、まあサラリーマンの方やったら、この、まあ健康保険証ね、あるじゃないですか。でまあサラリーマンの方やったら、その、まあ初め、入社した時にいろいろこの手続きでね、こういろいろ書いて、 しばらくしたら会社からね、まあ、あの、健康保険証ってもらえるじゃないですか。でも、この、デイリープロをやってる方って、まあ、この、専業でね、僕は北業でやってるんであれですけど、ほんまにもうそれ一本とか、ほんまにま、もう脱サラして専業でやられてる方は経過もそやられてる方は、ま、もう個人事業主じゃないですか。だからま、当然ね、あのー、国民健康保険になるわけじゃないですか。まあ、あの、任意継続みたいな、まあ、そういう手もありますけど、まあ、ほとんど国民健康保険に切り替えるわけじゃないですか。でも、知らん、 子がね、多いんですよ。これね、お前もね、なんか、誰やったかなヤバタニエの女の子やったかなやったかも忘れたっすけど、確かこの子やったと思うんですけど、この保険証っていつもらえるんですかって聞いてきょるんですよ。俺にね、この横乗りでこの教えてるときに、あの、いろいろその、今の現状ね、このデリプルの現状とか、その経過貨物のこととか、いろいろこう、 こう喋ってて、いろいろ今はこんな感じだよ。ニットこんなもんで、まあこうしたらちょっとずつ上がるし、こういう人はちょっとずつ、あのー、ニット上がっていくよ、みたいなね。なんかそういういろんな話をしてて、で、その時にポロッと、あの、すいません、保険証って何日ぐらいでもらえるんですかねみたいな言いよったんですよ。えと思って保険。保険、な、何の保険証みたいな言って、あの、健康保険証っていつもらえるんですかみたいな。もうまあ、なんか前サラリーマンしてやって、んで、まあなんかもう、当然退職した時にね、あの、返さって、で、だから今、 保険証ないんですよ、言うとって。だから、あのー、病院行けへんから、あのー、保険証って、いつぐらいにもらえるんですかねみたいな言うとったんですよ。えもらえへんねって言ってて。え、どういうこと言うてて。保険証、え、自分、これだけやんなって言ってて、この、デリプロねなんか一本でやるって言ってあったんで、これだけやんなっつって、え、そうですっつって。いや、もう、この時点で、あのー、サラリーマンじゃないから、国民健康保険になるでっつってて、 えそうなんですかみたいなね。あのー、国民健康権って何ですかみたいな。なんかそういうことは言うときあるんですけど、これね、もう前、何人かいるんですよ。その、あの、横乗りで教えて、あのー、教えたときに、そういうことを、その、年金とかも、これ多分ほんま、ヤバタニ園ということを、まあ、この前、横乗りで教えたこと、あとね、二人ぐらい確かいたんですが、ね、そういう、保険証絡みとか、年金とかそういう、 がらみそのサラリーマンとまた違ってくる部分あるじゃないですかそれをあの知らなすぎる子がちょっと多くてでまああの年金は払わんでいいですよねみたいなねまあまあそういうのは、まあ、好きにしたらとは言ってるんですけどで、まあ、け別にね健康保険も別にまあ払わんかったらまあ自分が困るだけなんであれなんですけどだからそういうのもまあだからでも払っといた方がいいんちゃうとは言ってるんですけど。 言ってるんですけど、また、でもその分やっぱり高くなるわけじゃないですか。倍ぐらいになるし、サラリーマンと比べたらね。だからそういうのはもう喋ってて、で、えー、そうなんですかみたいな。そんな高くなるんですかみたいな。で、もう知らない子がね、まあちょっと多すぎるなと思って、まあ若いから、まあ若いからね、まだ、まあまあしょうがないんかなって思いますけど、でももう二十歳を超えてたらね、やっぱりまあもう、でも社会に出てて、 なおかつ脱サラをして自分が言うたら社長なわけじゃないですかそれやのにお前知らなすぎやろと思っててでまあなんかそういうのもしゃべっててだからもうなんかねいやもうなんとなくなんですけどもうそういう何もう知らなすぎるなんか全然調べもせずにその業界に飛び込んでる子に。 あのー、なんか教える気、俺、あんまりなくなるんですよね。この教えるモチベーションがむっちゃ俺、下がってしまうタイプなんで、いや、もうちょっとさ、その、やるぞっていう、その、覚悟っていうか、こういうのを固めてやってほしいんですよね。まあ、やっぱやるからには、その、真剣にね、こう、いろいろ、まあ、この、YouTube とかでもそうですし、いろんなところで情報を拾えるわけじゃないですか、今はね。で、そういうのも知らずに、そもそも、 国民健康保険のことも知らずにね、お前、脱サラすんなよって、まあまあ、別に僕の人生じゃないからいいんですけど、でもなんか、この、教えるモチベーションが僕ちょっと下がっちゃうんですよね。なんかそういう、まあ、非常識というか、なんかそういう子に対して。だからまあ、結構もう、なんかまあな、ちゃんと教えましたけど、なんかまあでも、まあ、それなりにしか教えてなくて、でまあ、どうせそういうのやめるんじゃないかなと思って。<laughs> え、そんなん払えないですわとか言っとったんで、ほんの保険とか年金とかね。あの、だからまあ、どもうどうせすぐやめちゃおうかなとか <laughs> 思って、もうなんかあんまり、そんなちゃんと、ちゃんとっていうかまあ、ゃ一通り教えましたけど、こんながっつり教えてないんで、まあ次行った時にはもういい日にちゃうかな <laughs> と思いますけど、で、まあまあ、その、こういう保険絡みとかね、そういうのもちょっとまあ知らない人がね、やっぱ何人もいますし、あとこれ、あの、ツイッターの DM やったと思う、 か YouTube のコメントか忘れましたけど、あのー、何この、経過物をね、これから始めようと思いますとかいう方で、で、何やったら、初めて、経過物を始めた後に始まるさんの動画を見ましたとか、始めた後に YouTube で、そのいろんな情報を仕入れましたっていう人も結構いたりしてで、ここで気づきましたみたいな感じの人が多いんですけど、そこで初めて、あのー、単価あるじゃないですか。あのー、個数単価のね、単価で、あのー、まあ、例えば、 あの、まあ、佐川さんでも山本さんでも、ま、なんでもいい。まあ、佐川さんとして、で、まあ、その、佐川さんでね、その、まあ、いろんな、下請け、あのー、入ってるわけじゃない。委託がね、いろんな委託が入ってるわけじゃないですか。で、その委託会社によったら、まあ、当然ね、個数単価が変わってくるわけじゃないですか。同じ、あの、東京、まあ、八王子とか、まあ、まあ、まあ、どこでもいいです八王子とか担当してる、あの、委託会社によっても、その、同じ、 ところに入ってる、同じセンターに入ってる委託会社でも、あの、違うわけじゃないですか。で、それを、その、知らずに、もうだから、東京やったら、もう一律150円みたいなね。で、もう、委託会社によって、その、単価が違うとか、条件が違うっていう,いうのを知りませんでしたみたいなね。そういう、なんか僕の動画とか、他の人の動画とかを見て、初めて知りましたみたいな、なんかそういう、 あのー、やってから気づきましたとかいうコメントも結構あったりして、えそれ、知らんかったんっていうのも結構あったりするんですよ。まあでも当然ね、やっぱ宅配とかをやったことない方って、もう何にも知らんわけじゃないですか。で、個数単価ってなんやなんぞやみたいなところからまあ始まるわけじゃないですか。 で、いろいろその、まあ、求人とか見て、あの、ただの月収50万以上可能みたいな、そういうキャッチフレーズに心を惹かれ、あの、とりあえずよくわからんけど、なんか応募してみようみたいな。で、なんかシフト制で月、休みも自由に選べますみたいな。月収例で、この、150円かける何やにかける何日みたいなで、50万以上可能みたいな、なんかそういうの見て、 あの、初心者でも可能みたいな見て、あ、これはいいぞという感じで、まあ、とりあえずなんかよう分からんけど応募してみようみたいな感じで行ったら、で、まあ、あの、ほんな面接のね、人の口車に乗せられ、とりあえず、あ、もう絶対に稼げますからみたいな。もう誰でも、こんなも簡単に配れますからみたいな、とりあえずその金額面だけを聞かされて、なんかよう分からんけど、まあ、とりあえず稼げるんやったらやってみようかなみたいな、あの、なんとなくな感じでやってみて、 で、後でいろいろ知ったみたいなね。そういうパターンがちょっと多いんですよ。あのー、全然知らん初心者の方が陥るパターン。で、そういうパターンがちょっと多すぎて。んで、やってみて、いろいろその業界に足を踏み入れて、いろいろこの周りが見えて、初めて、え、俺と感覚違うや、みたいな。<laughs> 俺がこのね、あのー、荷物をこの車に入れて、んで、隣の、 で、まあ、なんか、あの、車で荷物を入れてやる人のおっちゃんにこう喋りかけて、おっちゃんちょっと個数単価いくらなみたいに聞いたら、え、俺は160円やで、みたいな。え、160円なみたいな。お俺の会社みんな160円やぞ、みたいな。え、そうなんみたいな。え、隣のまたおっちゃんに聞いたら、おっちゃんとこいくらなん俺165円やぞ。え、そうなんみたいな。お俺の会社みんな165円やお兄ちゃんとこいくらや俺のとこ150円やで、つって。俺は安いな、みたいな、言われてね。 で、そういうなんで、初めて気づくみたいな。なんか、そういうパターンも結構あったりして、なんで気づかへんのみたいな。やってみて、あのいと、いろんな人に聞いてみて、自分の単価が違うとか、あの、委託会社によって違うっていうのを気づきましたっていうコメントをいただきまして、なんで気づかへんのっていうか、あの、 あの、まあでもまあしょうがないんですけどね。まあ全くわからんから。だからもう、同じ東京都やったら、東京でやってる澤川さんの中、もうあのセンター、A、A っていうセンターがあったら、もうそこは一律みんな150円やと思ってましたみたいなね。まあ普通はそう思うんかもしれないですけど、でもまあ委託会社によってね、全然その条件が変わってくるんで、同じ A というセンターに入ってる委託会社、一個ずつその条件が違うんで、 だからね、その辺はね、あの、まあ、やってみて、あのー、まあ、気づくんかもしれないですけど、でもま、せめてね、ちょっとやる前にいろいろ、あのー、調べてね、気づいてほしかったなと思う。ので、まあ、やってみても、も今更映るもん、あれやな、みたいな。でもま、俺を、みんなとちょっと単価低いしな、っていう、このもやもやしながらね、あのー、ちょっとやるん嫌じゃないですか。俺結構そういうタイプなんですよ。同じね、100個配っても、俺の場合150円やけど。 あのー、隣のおっちゃんは160円。さらに隣のおっちゃんは165円なんや、みたいなね。あのー、なんか、それで1万5円1万6円1万6 0 500円みたいなね。いや、もう1500円も同じやつ配って1500円も違うや、みたいな。そのモヤモヤ感が俺ずっと残っちゃうタイプで、なんか嫌やな、みたいな。なんかまあでも自分がちゃんと調べんかったから悪いけど、なんか損した気分やな、みたいになるんで、俺はなんかそれが嫌なんで、そう。だから、もう、 一円でも得したい。もう俺金にがめついんで、あの、一円でも損したくないし、一円でも得したいんですよね。だから、あの、極力、あの、俺はそういうのは調べるようにするんですけど、極力得する方法みたいな、なんかあの、調べるんですけど、だからまあ、 ねえー、まあ、別に気にせえへんよっていう人はいいんですけど、やっぱお金のことなんでね、同じ百個配ったらね、やっぱちょっとでも、あの、百円でも、あの、多くもらいたいじゃないですか。だからそういうなんで、この、得するところとかをね、こう、選んでほしいなと思うんで、まあ、これからやる方は、こう、気をつけてほしいなと思うと、あと、車、あのー、まあ、経物やるにあたって、この車を絶対に用意しなあかんみたいな、この、いう、その勘違い、 してる人も結構いて、ほんでもう買ってしまったみたいな人が多いんですよ。あの、買ってしまって、後から、その、車をなくても、その、何、リースとかもありますあるじゃないですか。でも個人的に、その、まあ、リース会社と契約して、あのー、リースすることもできますし、その委託会社によったらね、あのー、委託会社が持ってる車とかあるんですよ。その、俺がデリプロやってるところはそうなんですよ。その、 あの、社長が個人的に何、十何台持ってあるんですよね、バンを。で、それを俺は借りてるんですよ。で、だからまあ、もう激悪数なんですよね。だからそういった委託会社が持ってる場合もありますし、あのー、委託会社を通して、まあ、リース会社ともありまして、俺が個人的にね、その、リース会社契約書もいいですし、いろんな、あの、買わずにもね、あのー、できる方法があるっていうのを、そもそもリースっていうのがあるっていうのを知りませんでしたみたいな、 そういうコメントもあって、で、も買ってしまったみたいな。で、買ってしまったけど、実際やったけど、その、なんか、腰、腰やったか足やったか忘れ、忘れたんですけども、コメントでね、なんか、腰か足かどっちか忘れましたけど、それが悪くなって、その、もうやってみたけど、ほんの2週間ぐらいで、あの、体が、あの、合わずにね、もう、ちょっとやめましたみたいな、あるんですけど、ねまあ、車だけが残ったみたいなね。 あの、あって、読んで、買わんかったらよかったみたいな、んでる。その後にいろいろそういったリリースがあるとか、なんかそういうのは知りました、みたいなね、あのコメント来て。だからね、あのー、もったいないんでね、まあ、もうずっと、もちろん、あのー、もう何があっても、あの、体がぶっ壊れるまでもうずっとやり続けようみたいな、あの、いう方は、やっぱりその、当然ね、あの、買ってやる方が、あの、まあ、安いっちゃ安いですよね。まあ、こっちの方がお得なんですけど、 でも、ちょっと、あの、自分のその、腰痛持ちとか、あの、もともと持病があって、それと、こう、うまいこと向き合いながらやらなあかんから、まずできるかね、その、自分の体とこの相談しながらやりたいから、あの、とりあえずリースで、あの、ちょっと1ヶ月か、あの、半年か、ちょっと様子を見たいっていう方は、もう買わずに、まあ、それはリースでやってみて、で、実際その、階段とか結構あるんで、やってみて、その、体の相談しながらできるなと思ったら、買ったらいいですし、 そういう選択肢があるっていうのを知らない人とかね、こういうの結構いたりして、だからもう買ってしまいましたみたいな。で、ローンだけが残りましたみたいなね、あの、損じゃないですか、そういう場合やったら。だからまあ、あの、そういった情報っていうのを、あの、やっぱ仕入れる能力というか、まあやっぱり、その、まあ、知らない人もね、やっぱまあ、当然いるんですけど、全くわからない業界やと思うんで、やったことない人からしたらね、待ってる、やってる人からしたらまあ、 もう知ってて当然やろうみたいなじょ情報でもやっぱりその知らん人はねもう何のこっちゃやみたいな感じだと思うんでだからまあいろいろその事前にね知ってるとあの得する損するみたいな結構いろんな情報はあるんでだからやっぱやる前からはねいろいろ知っといてほしいなと思うんでねまあ最初に言った保険証とかもそうですし、まあ、この個数単価でもそうですしね、まあ、このリースとかもそうですし。 やっぱりや、まあ、こう、やる前からね、あの、いろいろ、こう、もっと他にも、この、噛み砕いたいろんな情報があるんですけど、やる初心者はやっぱ知っといた方がいいようなこととか、だからその辺もやっぱり今、この、何でも拾えるわけなんで、ネットでね。だからそういうのも、こう、いろいろ調べた上で、あの、自分にも合うかどうかっていうのも調べた上でやってほしいなと思います。はい。すいません、もう、まだ長くなっちゃうんで、もう、いろいろあるんですけどね、もう、 噛み砕いてったら、ほぼほぼ無限にやるんですけど。でもまあ、また、お前の動画長いね、みたいな。あのー、いろいろ言われるんで。あの、ちょっとま、この辺、あんまりね、うん、あのー、長い。お前長いね、いねみたいに言われるんで。いや、そんな言われても。<laughs> お前の動画長いねんって言われてもって感じなんで、俺ずっとこのスタイルでやってて。 あのね、あの、お前の動画長いねんって言われても、そうですかすいません。<laughs> すいません。あの、そんな長い動画を見ていただいてすいませんみたいな思うんですけど、だからまあ、あの、そういうコメントもね、ちょっとこう気にしつつ、あの、まあ、動画をね、こう配信していきたいなと思いますので、ぜひとも末長くよろしくお願いします。はい、もう切りたいなと思います。また、あの、いろいろ、 今週はね、ちょっとどんだけ上げれるかわかんないですから、なるべくまた動画上げていきたいなと思いますんで、ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。